構想旨、横浜第二合同庁舎は、横浜市中区北中通りにある行政機関が入居している庁舎。当地には1873年には総工学者が、1926年には横浜キート検査所が設置されていた。1990年に横浜市認定歴史的建造物として認定されている。1995年に、 高層棟の建設を含む大改築が行われ、その際に旧キート検査所の外観を復元した作りになっている。名称に第2とついているのは、すでに山下町に合同庁舎が存在したためである。2021年1月25日午後5時前、2階に入居する関東、新越厚生局麻薬取締部分室から出火し、およそ30分後に消し止められた。 日本から輸出される木糸の品質向上を目的として1896年に現在の中区本町に横浜木糸検査所が発足。関東大震災で被害を受けたが1926年に北中通りに遠藤大戸の設計により再建。庁舎は鉄筋コンクリート造り4階建てで屋上には噴水庭園が設けられ市民からは 貴犬の愛称で親しまれた。正面上部には、蚕の成虫と菊の門徳和の葉をあしらった紋章が設けられている。横浜キート検査所は1980年に農林企画検査所に統合、1991年には農林水産消費技術センターに改組された。ありがとうございます。